おはようございます。西戸明子です。ご機嫌いかがですか？私は今朝も超ハッピーです。昨日の夜、17歳からの哲学全5回シリーズ最終回が行われました。参加してくださった皆さん、忙しい中時間作ってくれて本当にありがとうございます。アーカイブで学んでくださる皆さん、これからぜひじっくり見てください。結局この17歳からの哲学シリーズ、単発で申し込んでくださった方もね、5回全部っていう方もいらっしゃるので、正確な人数は分かんないんだけど、多分130人とか140人ぐらい学んでくださったんじゃないかなって思ってます。いやー、もう嬉しい。考えるって楽しかったでしょ皆さん。そんなこと言われるとイエスとしか言えなくなるけど、でもね、昨日こんな話が出たんです。自分とは何かということを考えるということ、これは愛なんだよって。だって自分がね、好きな人とか大切なもののことって分かりたいなーって思って一生懸命考えますよね。知りたいなーって思いますよね。それって愛ですよね。そう。だから自分のことを知りたいなーと思って考える。これって自分を愛するっていうことなんじゃないか。しかも自分とは何かっていうことを哲学していくと、自分とはみんなであり人類である。だから自分を愛することはみんなを、人類を愛することなんだっていうことが分かってくる。なんだ、哲学とは、考えるとは、分かろうとすることは愛だったんだという話が昨日出てきて、もう私、今もですけれども感動に打ち震えております。また分かるとは何なのか、これも掘り下げて考えたのが昨日の夜でした。分かるとは何か、実は分かるとは行動が完全に変わってしまうことである。そう、陽明学にこういう言葉がありますね。知行合一、知ると行うは同じであると。本当に分かってしまったら、自分というもの、世界というものの捉え方、そして行動や振る舞いがガラリと変わってしまう。ああ、そして全体の結論としてこんな話もありました。自分が人生、生きることは楽しいと思えば楽しいし、生きることはつまらないと思えばつまらない人生になる。そう、自分がどう思うかが現実そのものである。ということは、人生は全部思い通りじゃないか。ああ、なんて私たちは自由なんだ。と同時に思ったままの人生になるなんて、ある意味、それは非常に残酷だ。だからそう、池田明子さんの残酷人生論、これが来年から取り上げる哲学講座の教科書となります。考えるって面白いですね。まあでもね、素手で考えるのって本当難しいと思うんですね。何にもないところで考えていくって。でもそれはもう池田明子さんはすごいですよ。本当素手で考える人です。でもその池田明子さんの本を読ませていただきながら一緒に考えていくっていうことだったら、考える初心者の私たちでもできると思うんです。そう、昨日の夜の授業にもありました。本を読むということは文字を読むことではなく、考えることそのものなんだ。皆さん、来年も一緒に考えることを楽しんでいきましょうね。そして、私もちょっと哲学興味が出てきた。考える、やってみたい、知行合一、体験したい、自分をもっと知りたい、愛を、考えるという愛を体験したいという方、来年からスタートいたしますので、ぜひね、新しく、学んでくださる皆さんにも参加してほしいなって思います。それで、次回のね、教科書がその残酷人生論なんですけれども、マメさんから受講前にできれば一回読みたいと思っていますということで、似た本が2冊あるんだけどどっちって質問いただきました。ありがとうございます。このチャプターにリンク貼っておきますね。ぜひ読んでみてください。ちょっとねレベルアップしますよ。なのでこれまで一緒に学んでくださった皆さん、さらに深めていきましょう。そして新しく学んでくださる皆さん、より丁寧に楽しく授業を行っていきたいと思いますので、どうぞご参加ください。来年からスタートです。17歳からの哲学講座、仕事終わりの疲れている月曜日の夜に時間作って、眠い目ね、こすって、あるいはちょっと首カクカクさせながらも参加してくれた方もいらっしゃいました。本当にありがとうございました。
リアルタイムでは参加できないけどってアーカイブで参加してくれた皆さん、本当にありがとうございました。授業の中ではたくさんの方に朗読してもらいました。朗読してくれた皆さん、ありがとうございました。受講生さんの Facebook グループで勉強会を開催してくださった皆さん、仲間のために学びを深める場所を作ってくれて本当にありがとうございました。レポートを送ってくださった皆さん、ありがとうございました。毎回楽しみに読ませてもらいました。あ、よかったら昨日の受講感想も送ってくださいね。楽しみに待ってます。それでは皆さん、今日もいい日でありますように。気をつけていってらっしゃい。今日も聞いてくださってありがとうございました。あ、昨日のね、ボイシーもなんか言ってしまえばうちわの話じゃないですか。コミュニケーションマスタークラスの生徒のみんなへのメッセージなんだから。でもね、それをまるで自分も参加したかのように聞いてくれたっていうね、そんなメッセージたくさんありました。本当嬉しかったです。みんなの優しさに支えられてます。ありがとう、ありがとうございました。西田明子でした。